はい、若旅旅夫です。今日はね、ボタムのコーヒーミルですね、10903ってやつですかね、10903。これがね、ちょっとかなりカスが詰まっているみたいで音が変わってきたので、これの手入れをしていきたいと思います。分解しますね。これを回す、回すとね、取れました。汚れてますね。後で洗いましょう。そしてこれですね、これが刃。あまりね、カスが詰まってると摩耗するので故障の原因となるので、早めにきれいにしましょう。わあ、詰まってますね。これが不調の原因ですね。吸い取りましょう。吸い取る。向きを変えてトントンするといいですね。360度トントン。そうするといろんなとこに詰まってるのが落ちてきますね。落ちる。こんだけ出てきました。これもね、金属なので洗剤で洗うよりハケとかね、掃除機で吸い取った方がいいみたいですね。まあこんなもんでいいと思います。いいよね。いいと思いますか。いいと思います。はい、はなはだ簡単ですが、これで掃除おしまい。イエー。